多分残っているかと思います。学生時代という曲でございます。では歌いたいと思います。Thank you.
リスマスソングでございます。今度はアーレンボーのサンタクロースさんの歌でございます。これね、3番え、では阿波天望のサンタクロース、少しねクリスマスの前に来てしまったというサンタさんのお歌です。お願いいたします。Thank you.
次はページに置いてくださいね。次5番、みーちゃん5番、みーさん5番、ここ5番。みかんの花咲くかという曲がございます。みかんの昭和21年にできた曲ですよ。みかんの花咲く丘。Thank you.
もう1ページめくっていただけますか。7ページです。母さんの歌だ。はい、あれいろいろ思母さんの歌ですよ。母さんは夜投げをしてるね、手袋を上げてるだという曲です。なんかがね、今のと合わない。Oh, Lord.
次は雪の降る場所って皆さんご存知ですけど、雪の降る場所ですよ。高木良さんという方が昭和26年に生まれた曲です。9番そうです、9番です。雪の降る場所10番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 
曲でした。次は春、夏、秋、冬の四季の歌ですよ。11ページ開けてください。はい、11です。はい、四季の歌。早く飲みたい。昭和51年ですね。セリヨーコさんという方が歌われた曲ですよ。四季の歌。早く飲みたいの。Thank you.
曲13番あげてくださいね。北上屋曲13番です。昭和16年にできた曲ですよ。13番です。あ、そうです、そうです。では参りたいと思います。